ヨハン・ハイン・リヒ・シュルツェヨハン・ハイン・リヒ・シュルツェは、現在のザクセガン・ハルト州コルビッツに生まれ、ハレで没したドイツの博学者、エンカギンの観光性を発見した人物である。シュルツェは、アカデミア・フリデリキアナ・ハレンシスと称されたハレ大学の早々期における最も優れた科学者の一人であった。ヨハン・ハイン・リヒ・シュルツェは、1687年5月12日にコルビッツで、 下手屋の息子として生まれた。シュルツェは幼くして片方の親を亡くし、アウグスト・ヘルマン・フランケの孤児院で1697年から1704年まで教育を受けた。1704年から1717 17年までハレ大学で医学、科学、哲学、進学を学んだ。1720年から1732年までシュルツェは アルトドルフ大学の教授となり、その後1744年までは、ハレ大学教授を務めた。ハレ大学においては、古大学の教授であったが、やがて、これに加えて医学部の教授陣にも加わることになった。これは、数年間待った末に実現したものであった。シュルテの最も重要な業績は、医学史を基礎を築いたことであった。シュルテは、 古代の著者たちの文章を用いて講義していたが、その学生たちの中には、ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンもいた。シュルツェはまた、18世紀を代表する貨幣学の研究者であったとも考えられている。シュルツェは、自らの収集品を学術教育にも用いていた。シュルツェの収集品は、ハレ大学の考古学研究所に保存されている。1719年、シュルツェは、 ヨハン・ナ・ゾフィー・コルビヌスとコルビッツで結婚した。ヨハン・ルート・ビヒ・シュルツェはシュルツェの息子である。シュルツェは1744年10月10日にハレで没した。ハレの彫刻家ハイディ・バグナー・ケルコフは1983年にシュルツェの記念メダルを制作した。シュルツェは日の当たる窓枠に置いていたガラス瓶に入れた賞賛が 変色していることに気づいた。その硝酸はすでに使用済みのもので、硝酸銀が含まれていた。シュルツェは実験によって変色の原因を見つけようとした。この反応が太陽の光によって生じたものなのか、熱によって生じたものなのかは、はっきりしていなかった。1717 17年、シュルツェは硝酸銀を釜で加熱しても黒く変色はしないことを突き止めた。 熱は変色の原因ではないことが分かったのである。そこで、硝酸銀の入ったガラス瓶の一部を不透明な素材で覆って日光にさらして、しばらくすると、覆われていないところだけが変色していた。覆われていた部分には変化は起こっていなかった。シュルツェは、こうした実験によって、塩化銀の観光性を明らかにした。1719年、シュルツェは、 この研究結果を、ビブリオテカノービシマ・ウバーサーベシャナム・ AC ・リセンシャナム、史上に、論文、スカート・ファース・プロフォス・ファー・インベンテス、セウ・イクスペリマンテム・キューリアス・サム・デイ・フェド・シュー・レイ・ディオラム、セレリアムと題して公表した。この論文は、1727年に、同じ題目で、ドイツ自然科学、アカデミー・レオポルディーナの、アクタ・フィッシュ・コメディカ詩にも転載された。 1913年にシュルツへの発見の重要性を指摘したヨーゼフ・マリア・エーダーは天才の方しか知らなかった。ジャダトニス・メデール・マドイ・ヨハン・ハインリッシュルツ・ブロンズ・ゲゴスセン・ダーッチ・メサー 93mm。ありがとうございます。